キチャンネル。こんにちは。今日も皆さんからの質問点。はい。はい。はい、皆さんから質問が来てます。ほうほう。はい。投げ板投げ板。なんと。ほう。140件来ました。今いくら2回やんなって。すいません。すいません。聞いたわ。聞いたですね。はい。続きいきます。うん。野球を楽しむコツを、うんまあ、知りたいというか、うんうん、初級から、まあ、上級まで何かあれば教えてください。だって一番最初はもう好きなやつを応援すればいいじゃんね。球団もそうだし、個人も好きな人を見てその人を応援すればいいから。あとはなんかその応援が楽しいとかね。ロッテでもライトスタンド行きたいとかみんな言ってたからね。その応援してみたいみたいな。だからダンスホール的なね。だそういうのをだからまあ一番最初はわけわからなくてもその球団、各球団やってる応援グッズとか買った方がいい。神宮行ったらあの傘買ったりとか、でそういうので同じようにやってその空気感を楽しんだ方がいいよ。まずは誰が好きとかなかなか見つけれないじゃんね。だからその球場のその応援スタイルの空気感を体感して同じ応援を真似してもいいからやると入っていきやすいんちゃう。で上級編ってそもそも上級者って思ってる自分が怖いよね。俺上級者だから何がですかみたいな。もう解説できます。ちなみに、もう小学校からずっと野球やられてると思うんですけど、うん、その野球やってて飽きとかってあんまりないんですか。うん、まあ飽きてるようなやつはプロになれないよね。だってそれ何でも一緒じゃん。プログラミングでもそうだし他の仕事でもそうだけど、好きだから向上していくんじゃないの。好きだからもっとこうした方が上手くなるかもとか、あこうした方がいいかもって思うわけで、それを仕方なくやってるような人たちが人より引いてることないよね。よっぽど能力あったら別だけど、いやいややっててもだから そんなようなやつがプロになれないよ、飽きてるようなやつは。はい、じゃあ次の質問。うん、サッサンがロッテの監督になったらコーチとして誰を呼びたいですか。で今だったらじゃあ今のロッテの戦力で、いや俺がコーチしたら今のチーム打率とか今の問題点改善できるよ、俺がピッチングコーチしたら改善できるよ、俺が守備走塁バッテリートレーニング俺がコーチになったら改善できるよっていう自信ある人だったら俺誰でもいいよ。俺誰でもいいの別に。この人じゃなきゃ嫌っていうのないよ。結果出してくれる人だったら誰でもいいよ。だからそのためにも来る前から、いや俺だったらもっとできるよっていう人に来てほしいよ。誰でもいいよ。僕らですか。そうできるんだったらね。でその面接するよね。あ面接あるんですか。だってそんな意気込みだけだったら困るじゃん。その雇ってはところはみたいな感じになったら困るから、とりあえずプレゼンしてほしいよね。どういうふうにして改善していくプランっていうのを。だって人に喋れなかったら選手に教えれないじゃん。でそれを幹部の人たちと一緒に聞いて面接だね。その代わり上限1億円ぐらい上げたいね、年俸。もしそのいろんなノルマ、出来高みたいないろんなノルマをチーム打率とか、ね、得点とか得点圏打率とかそういうバッティングだったらね、で優勝日本一とかそういういろんなものがついてマックス取れたら1億円以上になるものを上げたいよね。ピッチャーだったら防御率みたいな、リリーフ先発とかね、クオリティスタートなんとかっていうの独自のこっちの数字を達成することによっての出来高で最高額は1億円でも最低もらえるような体系にしてあげたい、ね、別に俺と違う考え方でも別にそれで結果残すんだったらそれでいいじゃん。だって俺何もやらなくていいから楽でいいよね。俺だって何もやんなくて、俺何も やりたくないんだもん、めんどくせえから。だからやってくれる人たちがいるよね。揃えるだけ揃えてほしいよね。あと采配するからみたいな。で上限1億円あるからもう頑張ってそれゲットしてよっつって、全員でって。だからもし10人いて全員10人が全員になったら予算10億円だから、ね、でそれがもしクリアできなくものが多かったらクビにすりゃいいだけだから。だってクリアできないんだからいらないじゃん。で次また違う人面接来てそれ取ればいいだけじゃん。見てみたいですね、サッサンの監督。いいまだ俺今楽しいから。じゃあ次、うん、学生時代、うん、まあ、高校大学、うんうん、時代で対戦して、まあ、この人プロ行くなとかすごかったなって。それは俺2年生の時の森中さんやな、東海大学。その後横浜にドラフト2位で逆指名で入ったけど、左エゴかったよ、めっちゃ。初めてあんな速い球、人生の中でその時で、その時の大学1年生2年生の時までの中であんな速い球見たの初めてだったな。左でめっちゃ速かったよ、打ったけどね、うん、2年生で。
打ったけど、すっごい速かった。打者とかではあんまりピンときてないんですか？打者？いや、対戦したことなくてすごかったやつはいるけど、対戦したことあるやつだろ。ちなみに対戦、あ、でも、あ、高橋由伸さんエグかったよ。おー、慶応、うん、2つ上、はい、オープン戦行ったの、はい、あの慶応に、はい、その時洋画の、洋画じゃないわ、あそこどこや、合わせした場所あるのね、グラウンドで行った時に、あれが高橋由伸ネットらしいよみたいな、ライトにあんの外出ないように、でかい、あれすごいでかいねって、ターンって弾丸ライナー突き刺さったよ。行くかって、おおすげえと思った吉本さん、すげえよ、初めて見た時、あとピッチャーで言うとプロ入んなかったけど東京学芸大の小倉っていうピッチャーいたの、明治生命か朝日生命かなかなんかに入ったんだけど、球速かったよ結構ね、いい球投げてたらプロ行くんちゃうかと思ったけど行かなかったけどね、行けない人もいるんですね、うん、あとはあと いいと思った人でしょう、まあ、俺が一番結構すごかったからね、あとあの当時の近代が強かったのよ、宇田が藤井バッテリーで、二岡ショート、ファースト山下、年下ね、でもやったことないから分かんないんだよね、試合下と年下だけど、稲峰っていう左ピッチャーすごかったよ、東海、あと平野があの阪神にもいたじゃん、はい、俺が4年の時1年だったのよ、はい、もう1年からショートレギュラーだったけど、こいつうめえなと思ったよ、1年から、平野は大学の時、あと誰だろうな、すごいでしょ、あと試合してない可能性もあるからね、あの法政とかもオープン戦したけど矢野英二と対戦してないんだよね、ドラフト1、あの時大学9回ナンバー矢野英二宇田かぐらいだったからね、対戦しないと分かんないからね、だからそこら辺はすごかったよ、対戦した中でね、はい、言うと、あと杉本さんもすごかったよ、筑波でオリックスドラフト1位、はいはい、だから杉本さん、森永さん、小林正秀さんが首都サンバガラスって言われてて、で正彦が一番大したことなかったよ。あの大学の時はね、はい、でも結局最後プロ入ったら正彦が一番すごかったから、だからそこら辺よく分かんないよね、で正彦その後東京ガス行ってから、だから森永さんと杉本さんはそのまま大学からプロ入ったけど、正彦はその後東京ガス行ってから、はい、あの俺と一緒のドラフトだったからね、だからまあ分かんないよね、その後伸びるからね、そういう意味では、でも森永さんはすごかったよ、すっげえ速いと思って、だって俺首都大学野球リーグで今も伝説になってるからね、なんかの記録、まあ、記録そうと、もう今抜かれてるよ、でも当時あの4試合連続ホームランっていう大学記録だったのよ、トートは青学の井口さんで、六大は明治の広沢さんで、首都が俺とあと明治学院の森山さんっていう阪神に昔入った人、要はこの4試合連続ホームラン入ったら全員プロ行くって言われてて、で俺大学2年生の春にそれ達成して、今は多分ね岩見がなんかが6試合連続かなんか打って、うん、はいはいはい、多分、ね、うん、抜かれてんだよね、でも当時は大学記録だって、で、その時の伝説が日体の研修大グラウンドがあるの、それの左中間に照明あんのね、でっかい、その照明の一番上に弾丸ラインで突き刺さったから、ドーンってドーンカーンと思って、これはもうみんなが多分知ってる伝説よ、伝説っていうか、まあ、事実なんだけどね、多分あそこに当てたやつはまだ未だかつて誰もいないんちゃうかって俺は思ってるけども、どうですか日体の皆さん、あそこ当たりますか、ね、あの左中間にある奥の一番奥の原子台の一番奥の野球場の左中間にある照明の一番上です、試合と、それが、2本目、4試合連続の1勝1敗になって3戦目がね、日体のグラウンドだって、筑波とのそれです、もう何、じゃあ最後に、うん、野球選手に一番、まあ、大事なこと、大切なことって、どんなタイプいるからね、何がいいか分かんないよね、全くパーでね、あの野球のことしか分からへんくて、サインも覚えられなくても超一流になってるやつもいるしね、あのすごい研究して一流になってる人もいるし、すごいネガティブだけど一流になってる人もいれば、すごいポジティブで一流になってる人もいるから、まあ、何が大事か分かんないよね、ただみんな共通するのは野球が好きだってことだよ、視聴者の皆さんね、こういう企画暇な時に、たまにやりますので、コメント欄にですね質問あれば、あの書いてですね、こっちでストックしておくので、皆さんぜひ里崎に、聞きたいこと、何でも喋りますから、コメント欄に質問書いてください、そしたらそれをあのしっかりあのストックしておいて、動画撮る時にその質問を採用させていただきますので、ぜひコメント欄で質問お待ちしてます。